みんながこち亀で一番笑った回といえば、この回めっちゃ印象に残ってるわ。友達はみんな覚えてるくらい名シーン。友達草。これはマグロ。そんな話こち亀であったな。部長が両津のラジコン壊して仲直りに一緒に風呂入るホモかい。部長家の風呂の話なんやったっけ？コンクリが固まっちゃうやつ。部長率高すぎて草。密造酒の会。プロの仕事好き。地面にビールを巻く会ほんと好き。おじさん、平助さんは元気かい？りょうさん、元気、元気。おばちゃん、平助さんは亡くなったんじゃない？りょうさん、そう、元気に亡くなっちゃって。草。長崎行くやつか。この子が紙を食べてますすこ。日記の木とか昔の食べ物は怖いな、まったくわからんわ。これいつのや、40歳やがこんな駄菓子全然知らんのやが。武装お仕置き好き。部長がブチ切れる時の躍動感ほんますごい。部長のお仕置きも2パターンあるよな。武装して派出所襲撃、両津の机に花が置いてあって、部長、両津はロケットにくくりつけられて人類初の冥王星探査に行ったよ、無酸素でな。やっぱりこち亀ってレジェンドだわ。ご視聴ありがとうございました。